エルパソはアメリカ合衆国テキサス州最西,西端に位置する都市。メキシコとの国境となっているリオグランデ側の北東岸、シウダー・アフアレスの対岸に立地し、市の西と北はニューメキシコ州との宗教に接する。ヒューストンとロサンゼルスのほぼ中間にあり、そのいずれからも 1100km 前後の距離である。また、州都オスティンやダラスフォートワースよりも、 アルバカーキやフェニックスに近く、当事体も山岳部標準時、夏時間に属している。人口は67万8815人で、テキサス州では、ヒューストン、サンアントニオ、ダラス、オースティン、フォートワースに次いで、第6。全米では、第23位である。市の人口の、約8割がヒスパニック、または、ラテン系である。エルパソに軍庁を置く。 エルパソ軍、および、ハズペス軍の二軍にまたがる、都市圏は868,859人、ニューメキシコ州、ラスクルーセス、および、ニューメキシコ州内の郊外都市を含む、広域都市圏は1088,420人の人口を抱えている。この地の歴史は古く、1万年前にはすでに、古代のネイティブアメリカンが住み着き、12世紀中盤には、 農耕も行われていたと考えられている。やがて16世紀に入ると、スペイン人の入植が始まり、1680年には、スペイン人によって、いずれた伝道書が建てられた。南北戦争の終結後には、エルパソに相次いで鉄道が開通し、工業をはじめとする産業が発展し、人口が急増した。1930年代には、 世界恐慌の打撃を受けて人口が減少したものの、第二次世界大戦中及びその後の軍拡、及び近隣地域での油田の発見によって、20世紀中盤に入ると、再び成長した。今日では、エルパソは、メキシコとの貿易の一大拠点として、また、テキサス州西部及び、ニューメキシコ州南部の広い範囲にわたる地域の経済、医療、交通、教育、 文化の中心地として発展を遂げている。今日のエルパソ市の北東にあるフエコタンクス州立公園、史跡で発掘された狩猟最終社会であったフォルサム文化の戦闘機に見られるように、この地にはヨーロッパ人が入植するはるか以前およそ1万年前には人類が住み着いていたと考えられている。1150年頃には、 フエコタンクスの水を利用して農耕が行われ、トウモロコシ、豆、カボチャ等の作物が生産されていた。やがて16世紀にスペイン人の入植が始まった頃には、この地には、マンソ族、スマ族、およびジュマノ族のネイティブアメリカンが住みついていた。やがて、これらの部族は、メキシコ中央部からの移民たち、コマンチェリアの捕虜たち、及び、 ジェニーゾロと呼ばれた様々な部族の奴隷たちと共にメスティーソの文化に組み入れられていった。またメスカレロアパッチと呼ばれるアパッチのア族も住みついていた。1680年にスペインによって建てられたいずれた伝道書1550年にサカテカスで生まれ、1598年にヌエバエスパーニャの探検家として初めて現在のエルパソ近くで リオグランデ川を測量したことで知られる、スペイン人探検家、フワンデ・オニャーテは、ピルグリム・ファーザーズのそれよりも数十年早い同年4月30日、この地で感謝祭のミサを祝った。しかし、パンフィロデ・ナルバエスによる、フロリダ遠征の生き残り4名は、それよりも早く、1530年代中盤にこの地を通過したとも考えられている。1659年には、 フレーガルシアでサンフランシスコが、リオブラボーでノルテの南岸に、エルパソデルノルテを創設した。1680年、プエブロの反乱の結果、まだ小さな村であったエルパソに、スペイン領ニューメキシコのリンズ首都が置かれた。その後、1692年に、スペインがサンタフェを再占領すると、ニューメキシコの首都は、サンタフェに戻された。しかしその後も、 1850年協定によってニューメキシコがアメリカ合衆国に編入され、この地がテキサス州に編入されるまでエルパソはニューメキシコ最大の入植地であった。この地域におけるアメリカ人の割合が少なく総人口の1割にも満たなかったため、1836年に勃発したテキサス独立戦争ではエルパソはさほど影響は受けなかった。 しかし、戦後に、テキサス共和国がメキシコと交わした条約の一環として、テキサス共和国はこの地域の領有権を主張し、その主張を強化する試みが幾度もなされた。しかし、1846年に、テキサスの統治が決定的になるまで、メキシコとテキサス共和国の間でこの地の統治をめぐる交渉が進められ、エルパソとその周辺は、その間、 基本的には、自治療となっていた。1836から48年の、自治療時代にも、この地へのアメリカ人の入植は続いた。1840年代中盤には、ランチョで、フアンマリア・ポンセデレオン等のスペイン系の入植地が、古くからすでにあったのに加えて、シメオンハートや、ヒュース・ティーブンソンら、アングロサクソン系の入植者が、 テキサスへの忠誠のためにこの地に入植してきた。地元のスペイン系貴族の娘と結婚した、スティーブンソンは1844年、現代のエルパソ市域内では、初のアングロサクソン系、スペイン系入植地の核となる、ランチョデ・サン、ホセデ・ラ・コンコルディアの入植地を創設した。テキサス共和国の開拓に、相当な量のサンタフェ公益を要したことを考えれば、 グアダルーペイラルゴ条約は、メキシコ側のオールドエルパソデルノルテから切り離された、リオグランデ側北岸の入植地を、正式にアメリカ合衆国のものとするのに、効果的であった。やがて1850年協定によって、現代と同じエルパソをテキサス側に置くテキサスニューメキシコ宗教が引かれた。1850年3月、エルパソ軍が創設され、 その最初の軍長がサンエリザリオに置かれた。連邦上院はテキサスニューメキシコ宗教を北緯32度線と定めたため、歴史や地形はほとんど考慮されなかった。1854年にはザ・ポスト・オポジット・エルパソという名の駐屯地が創設された。その西、クーンズ・ランチョに作られたフランクリンという名の入植地は後のエルパソ市の核となった。 その翌年、開拓者、アンソン・ミルズは、町の計画を完成させ、エルパソと名付けた。しかし、この頃に作られた、入植地を全部合わせても、ほぼ同数ずつのアングローサクソン系とスペイン系からなる、その人口は数百人程度に過ぎなかった。南北戦争が開戦すると、この地は、南軍の支配下に置かれた。しかし、1862年に、 国軍のカリフォルニア部隊がこの地を制圧すると、その後1864年12月に至るまで、この地に、カリフォルニア第5志願兵風評連隊の本部が置かれた。エルパソ南北戦争の終結後、アメリカ人が村に流入し続け、人口は増え始めた。エルパソ自体は1873年に法人化され、川沿いに発展していた周辺の小さな集落を包含した。 やがて1881年にサザンパシフィック鉄道、テキサスパシフィック鉄道、およびアッチソントピカサンタフェ鉄道が開通すると人口が一気に急増し、1890年の国勢調査時には古くからのスペイン系の入植者に加えて新たに流入したメキシコ系やアングロサクソン系を合わせて1万人を超えた立地条件に加えて、 新たに荒くれ者も,も流入したため、エルパソは無法地帯化し、シックスシューターキャピタルと呼ばれ、暴力的で荒々しい、急成長途上の街として知られるようになった。また、売春や賭博がはびこり、その状態は、第一次世界大戦下で、陸軍省が、市当局に圧力をかけるようになるまで続いた。こうした圧力と、地理的条件から、 市はやがて、アメリカ合衆国南西部における工業、交通、及び小売業の中心地として発展するようになっていった。1909年、ウィリアム・タフトとポルフィリオ・ディアスは、エルパソとシウダー・フアレスでの首脳会談を計画した。この歴史的な会談は、アメリカ・メキシコ両国の大統領による初めての会談であるとともに、アメリカ合衆国大統領が、 史上初めて国境を越えて、メキシコを訪問するというものでもあった。しかし、両国において緊張が高まり、暗殺予告までなされる事態となったため、テキサスレンジャー、アメリカメキシコ両国軍4000人、アメリカ合衆国シークレットサービス、連邦捜査局、及び警察をすべて動員して、警護に当たらせた。この時に警護に当たったものの中には、後に、 スカウティングの父と呼ばれることになるフレデリック・ラッセル・バーナムもいた。この時のバーナムはイエール大学時代からのタフトの親友でメキシコに多額の投資をしていたジョン・ヘイズ・ハモンドに雇われていた。首脳会談当日の10月16日、バーナム及びテキサス・レンジャーの C.R. ムーワは 小型の拳銃を隠し持っていた男が行列の進路上に立つエルパソ商業局長者前に立っているのを発見し、この男をタフトを呼び、リアスの数フィート手前で捕捉し、武装解除させ、逮捕した。1910年頃には、死の人口の大半はアメリカ人で占められていた。しかし、メキシコ革命が勃発した後、 特に1913から15年にかけて、聖職者や知識人、実業家など、大量のメキシコ系難民が、市に移入してきた。やがて市には、メキシコ系難民の中間層によって、スペイン語の新聞、劇場、映画館や学校が建てられていった。エルパソのダウンタウンやがて、エルパソへと逃れた、大量のメキシコ系ディアスポラと共に、メキシコ革命の暴力は、 エルパソへも及んだ。1915、16、17年と立て続けに様々なメキシコの革命派集団がエルパソに住まうアメリカ人とメキシコ人性的の両方に対して暴力的攻撃を計画、実行した。その最中、サンディエゴ計画の露見による騒乱で21人の白人市民が殺害された。 その後の地元民兵による報復は暴力に輪をかけ、300人ものメキシコ人及びメキシコ系アメリカ人が命を落とす事態となった。これら一連の騒乱は、リオグランデバレー下流域の住民ほぼ全てに影響を及ぼし、何百万ドルにも上る損害を出し、その後も長きにわたって、この地のアメリカ人とメキシコ人の間に過婚を残すことになった。 同時にアメリカ人の死への流入も続き、1920年には陸軍の兵も含めた人口は10万人を超え、再び白人が多数派となった。その一方で、市内におけるメキシコ人とアメリカ人、メキシコ系アメリカ人の人種隔離は進んだ。これにこうしてカトリック教会は教育や全米カトリック福祉基金などの政治、市民団体を通じて、 メキシコ系アメリカ人コミュニティの中誠を集めようとした。この地では次第に工業やその他の産業が発展していった。1897年にはエルパスノースイースタン鉄道が開業し、周辺地域、特にニューメキシコ順位集南東部における天然資源の採掘に役立った。1920から30年代には、 禁酒法時代の酒密造などにより商業が発達した。しかし、軍の解散や農業経済不況、そして続く世界恐慌により、エルパソの地域経済は大打撃を受け、第二次世界大戦の終戦まで、エルパソの人口は特に白人が流出して減り続けた。それでも1940年代まで、エルパソの人口構成においては、白人が、 多数派を占めていた。第二次世界大戦中から戦後にかけてのこの地における軍閣及びエルパソの東に広がるパーミアン盆地での油田の発見により20世紀中盤のエルパソは再び急速に経済的発展を遂げていくようになった。銅の精錬、石油の生成や低賃金の工業の発展によって市は成長していった。加えて その多くが白人を占めていた。この地域の周辺部における人口が、エルパソのような都市部に流入し、資本と労働者が短期間で膨れ上がった。しかしそれと同時に、中流階級のアメリカ人は新しい、より高級の食を求めて、国内の他地域へと流出した。そのため、地元産業は安価な、メキシコ人労働者を求めて、 南へと目を向けた。加えて、ブラセロプログラムによって、1942から56年にかけて、メキシコ人労働者がエルパソの周辺部に流入し、流出した白人の穴を埋めた。やがて、そのメキシコ人労働者たちも、より高級の食を求めて、エルパソ市内に流入した。1965年頃には、ヒスパニック系が人口構成における、 多数派を占めるようになった。その一方で、第二次世界大戦後の高成長は1960年代に入ると鈍化したものの、市は周辺地域の編入を繰り返し、また、メキシコとの重要な経済関係もあって、成長し続けた。フランクリン山地を背にした、エルパソのダウンタウンエルパソラスクルーセス広域都市圏。 エルパソ都市圏ラスクルーセス都市圏エルパソは、北緯31度45分35秒整形106度29分19秒、北緯31.75972度整形106.48861度、31.75972-106.48861に位置している。市は、テキサス州最西,西端に位置し、北と、西は、ニューメキシコ州との宗教に、 また南西は、メキシコとの国境となっている、リオグランデ川を挟んで、チワワ州に、それぞれ接している。テキサス州の都市ではあるものの、州の五大都市をすべて含み、州の人口の、約3、4が集中する、テキサストライアングルからは西へ遠く離れており、州都オースティンや、ダラスフォートワースよりもニューメキシコ州、アルバカーキやアリゾナ州フェニックスに近く、 ヒューストンよりもサンディエゴに、また州祭東端のオレンジよりもロサンゼルスに近い。当時体も州内の他地域が中部標準時、夏時間に属するのに対し、エルパソ都市圏に属するエルパソハズペスの2軍のみが、ニューメキシコ州と同様に山岳部標準時、夏時間に属している。アメリカ合衆国国勢調査局によると、 エルパソ市は総面積663.7平方キロメートルである。そのうち661.1平方キロメートルが陸地で2.6平方キロメートルが水域である。総面積の0.39%が水域となっている。地域はベースンレンジ最東部のチワワ砂漠北部、リオグランデ川の北東岸に広がっている。地域を二分するように、 フランクリン山地が連なり、ダウンタウンは、その最南端に発展している。ダウンタウンの標高は1135メートル。フランクリン山地の最高峰であり、市の最高点でもあるノースフランクリン山は、標高2192メートルである。エルパソ・ハズペス両軍を合わせた、都市圏の面積は14,463平方キロメートルである。 エルパソ都市圏の郊外都市は、エルパソ市域南東端から、リオグランデ側に沿って、ハズペス郡西端のフォートハンコックまで連なっている。なお、ニューメキシコ州、ドニャーナ郡内にも、サンランドパークや、アンソニーなど、エルパソの北や西に隣接する、郊外都市がいくつか形成されているが、これらは、実態としては、エルパソの郊外都市ではあるものの、定義上は、 エルパソの北北西約7 0トルに位置するニューメキシコ州ラスクルーセスの都市圏に入っている。ラスクルーセス都市圏はエルパソ都市圏と合わせてエルパソラスクルーセス広域都市圏と定義されている。ス東部のヤシの並木道中期に見舞われたエルパソ、フランクリン三島六エルパソの気候は1年を通じて乾燥し、 日中は暑いが夜は涼しくなる夏と、日中は穏やかなものの夜は、緯度の割には冷え込む冬に特徴づけられ、気温の年角差と比較差のともに大きい、砂漠性かつ高知性の気候となっている。最も暑い7月の最高気温の平均は、約摂氏35度に達するが、最低気温は平均摂氏21度まで下がり、平均気温は、約摂氏28度である。 最も寒い1月の平均気温は、摂氏7度、最低気温の平均は、氷点下摂氏0.3度まで下がるが、日中は暖かく、摂氏14度程度まで上がる。降水量は、夏季の7月から9月にかけては多く、月間35から40ミリメートル程度ではあるが、この3ヶ月だけで、年間降水量の半分を超える。その他の月は、 月間5から15ミリメートル程度である。年間降水量は220ミ、mm、リメートル程度である。また、冬季にはわずかながら、降雪も見られる。国立気象局によると、エルパソでは平年で、年間302日の晴天日があり、このことから、ザサンシティと呼ばれている。乾燥していて、風が強いため、エルパソは特に春季の3月から5月にかけて、 砂嵐に見舞われやすい。雨季に当たる7から9月の雨は主に北アメリカモンスーンによってもたらされる。例年この時期になると南から南東寄りの風が太平洋、カリフォルニア湾及びメキシコ湾からエルパソや南西部各地に湿気をもたらす。この湿った風が山の斜面を登り、また日中の熱気も相まって強力な上昇気流を生み、 積乱雲を発生させる。この積乱雲によって、雷雨や降氷が発生し、洪水の原因ともなっている。例えば、2006年7月末から8月初頭にかけては、このモンスーンによって、平年の1年分の降水量を超える250ミリメートルの雨が1週間に降り、自然体に大洪水をもたらした。この洪水の原因としては、 自然的要因の他にも、アロヨの開発や、溢れた雨水を処理する施設の風備が挙げられている。欠片の気候区分では、エルパソは砂漠気候に属する。エルパソのダウンタウンは、フランクリン山地の南端、リオグランデ川との間に形成されており、市の人口の割にはその数は少ないものの、いくつかの高層建築物が建っている。エルパソで最も高いビルは、 ノースカンザスストリートとテキサスストリートの北西角に立地するウェルズファーゴタワーである。この黒い高層ビルはそのうちの13階層を利用した窓の明かりで知られる。毎年7月4日の独立記念日にはこの明かりで星条旗が描かれる。また、1980年のイランアメリカ大使館人質事件や 2011年9月11日の同時多発テロ事件の際にもこのビルの明かりで正常期が描かれた。他にはクリスマスの時期にはクリスマスツリーが描かれたりテキサス大学エルパソコンの応援として同行の略称である UTEP の文字が描かれたりもする。このウェルズファーゴタワーに チェイスタワーやケーザーセンターといった高層ビル、そして1930年に建てられたアールデコ様式の高層ホテルでエルパソのラインドマークでもあったプラザホテルが継ぐ。プラザホテルはヒルトンを創業したコンラッドヒルトンが初めて建てたホテルであった。プラザホテルは同じく1930年にダウンタウンに建てられたアールデコの高層ビル。 オーティーバセットタワーと共に、1980年に国家歴史登録財に登録された。ダウンタウンのすぐ北西には、テキサス大学エルパソ校及びシ、ンシナティゴラク地区を中心とした、ウェストセントラルエルパソが広がる。1890年代後半にから人が住み着き始めたサンセットハイツや、1910年代中盤に作られた。 カーンプレイスといった歴史地区もウェストセントラルエルパソに含まれる。その北、フランクリン山地の再録には比較的裕福な層の住宅地が形成されているノースウェストエルパソが広がる。フランクリン山地の登録には1950から60年代に開発された住宅地が広がりノースイーストエルパソと呼ばれている。その東にある エルパソ国際空港伊東、かつ I、i 1位北の地域は、イーストエルパソと呼ばれ、主に中間層の住宅地が広がる。イーストエルパソの南、市南東部を占めるミッションバレーは、現在のエルパソ地域内で最も長い歴史を持つ、地区で、スペイン人入植者によって建てられた、いずれた電動所、ソコロ電動所、サンエリザリオ電動所などが残る。 これらの伝道書はいずれも国家歴史登録財に登録されている。エルパソのパノラマ。ダウンタウンは南に望める。エルパソ市庁舎。2013年に市庁舎は移転し、この庁舎は取り壊され、跡地は野球場になった。2004年2月7日に承認、改正された試験賞の下、エルパソはシティマネージャー制を取っている。 シティマネージャーは、市の行政実務の最高責任者であり、市政府の人事、市政府事業の管理、市議会が採択した政策の実行、及び予算案の作成に権限を有し、また責任を負う。一方、市議会は、シティマネージャーの任命及び指揮命令、条例及び政策の制定、予算の承認、及び税率の決定に権限を有し、 また責任を負う。市長は、儀礼的な場で死の代表としての役割を果たし、また、市議会にはその一員として出席し、その議決に対し調印する権限を有するが、行政実務に対しては権限を有さず、責任を負わない。市議会は8人の議員からなっており、死を8つに分けた、選挙区から1人ずつ選出される。市長は、市議員とは別に、 全市から選出される。市議員、市長とも、その任期は4年で、他選は2期までに、制限されている。テキサス州は、全米最大の共和党の評伝であるが、メキシコとの国境沿い及び都市部においては、民主党が優勢である。エルパソ市、及びエルパソ軍は共に、その両方の特徴を有しており、例に漏れず民主党が非常に強い勢力を持っている。 エルパソの治安を守るエルパソ市警察は、シティマネージャーの下に3人いる副シティマネージャーの、うち、公共安全、サポートサービス担当副シティマネージャーの管轄下に置かれている。リオグランデ川対岸のシユダー・フアレスが2000年代以降、メキシコ麻薬戦争の中で治安が急激に悪化し、一時は、戦争地帯以外では、世界で最も危険とまで言われたのとは、 対照的にエルパソの治安は良好である。モーガン・クイットノーによる2018年の報告書では、エルパソにおける凶悪犯罪の発生率は、全米平均より約3割低く、全米の人口50万人以上の都市の中では、最も安全であると報じられた。しかし、2019年8月3日、エルパソ国際空港の南にある、 シエロビスタモール西隣のウォルマート店舗でヒスパニック系を狙ったとみられる銃乱射事件が発生し死者22人、重軽傷者24人を出した。ヘレン・オブ・トロイ・リミテッド在米本社エルパソの地域経済は貿易、軍需、石油、天然ガス、医療、観光、サービスといった産業を核とし多角化したものとなっている。また、 2000年代以降、エルパソは、コールセンターを置く、重要拠点ともなってきている。加えて、製造業も発展してきており、石油製品、金属、医療機器、プラスチック、機械、軍需品、及び自動車部品等が生産されている。エルパソには、フォーチュン500に入っていた、石油生成会社、ウェスタンリファイニング、及びその子会社であった。 ウェスタンリファイニング・ロジスティクスが本社を置いていた。このうち、親会社のウェスタンリファイニングの方は2017年6月、サンアントニオに本社をくせ油精生成会社、テソロに買収され、ウェスタンリファイニング・ロジスティクスについても、別途買収が検討された。家庭医療用品、美容用品、栄養補助食品メーカーのヘレン・オブ・トロイ・リミテッドも、エルパソに、在米本社を置いている。 地元電力会社エルパソエレクトリックは本社を置くエルパソを中心にテキサス州西部及びニューメキシコ州南部に電力を提供している。この他にもフーバー、ユーレカ、ボーイング、アプティブ等エルパソにはフォーチュン500に入る企業70社以上が拠点を置いている。またヒスパニックビジネス誌によるとエルパソにはフレッドローヤ保険をはじめ 全米の大規模なヒスパニック系企業500社のランキングであるヒスパニック500に入る企業28社が本社を置いており、これはマイアミの57社に次ぐ数である。エルパソにはフォートブリス陸軍基地、ビッグス陸軍飛行場、およびウィリアム・ボーモンと陸軍医療センターが置かれ、軍が地域経済に果たす役割は大きい。 エルパソにおける防衛産業は4万1000人以上を雇用し、年間60億ドルに上る経済効果をもたらしている。2013年、フォートブリス陸軍基地はアメリカ合衆国空軍警備隊の訓練所に選定され、その翌々年、2015年から年間8000から1万人の隊員が訓練を受けている。メキシコとの国境沿いという立地から、 エルパソはこの地域特有の問題を扱う連邦政府機関がいくつか置かれている。エルパソに本部を置く機関としては、麻薬取締局国内第7地区、エルパソ情報センター、北部統合任務部隊、国境警備隊、及び国境警備隊特別部隊が挙げられる。コールセンターは、エルパソに1万人以上の雇用をもたらしている。晴天に恵まれた気候。 自然美、豊かな文化、歴史、及びアウトドア活動の豊富さから、エルパソには、毎年230万人が訪れ、観光業は15億ドルに上る、経済効果をもたらしている。また、テキサス大学エルパソ校は、それ自体が6500人以上を雇用する、エルパソでも五市に入る、大雇用種であるとともに、 年間13億ドルに上る経済効果をエルパソにもたらしている。アメリカズ医療センターエルパソは、テキサス州西部及び、ニューメキシコ州南部における医療の中心でもある。エルパソに立地する主要な病院としては、ウィリアム・ボーモント陸軍医療センター、シエラ医療センター、ラスパルマス医療センター、デルソル医療センター、シエラ・プロビデンス東医療センター、 エルパソ小児病院、プロビデンス記念病院等が挙げられる。ダウンタウンの東、ミッションバレー地区の北西に立地するアメリカズ医療センターには、テキサス工科大学のポール・エルフォスター医学校、その大学病院である大学医療センター、同じくテキサス工科大学のゲールグリーブハント看護学校、エルパソ精神医学センター、エルパソ小児病院、及び2016年に開所した。 カードウェル共同生態医学研究所といった医療機関が集中している。大学医療センターはこの地域で唯一のレベルアイトラウマセンターでもある。また2017年1月にはポール・エルフォスター医学校とも提携して同校の大学病院としての役割も果たすプロビデンス病院群のトランスマウンテン病院がウェストエルパソ地区に会員した。 エルパソ国際空港エルパソの玄関口となる空港はダウンタウンの北東を約 7.5km に立地するエルパソ国際空港である。同空港はエルパソのみならずテキサス州西部及びダスクルーセスやデミングを含むニューメキシコ州南部に渡る広い地域の玄関口としての役割も果たしている。同空港にはデルタ航空、ユナイテッド航空、 アメリカン航空の三大航空会社のほか、サウスウェスト航空による7都市からの便、およびアレジアントエアによるラスベガスおよびサンディエゴからの便、およびフロンティア航空によるデンバーおよびシカゴオペヘアからの便が就航している。メキシコとの国境になっているリオグランデ側には、18世紀中盤、ヌエヴァエスパーニャの時代には、サンタフェから運ばれた木材を用いた橋がすでに、 かけられていた。現在では、上流から順に、下記の4本の橋がかかっている。アメリカズ橋週間高速道路 I-10 は、ダウンタウンのすぐ北を通っている。I-10 は、南西部、南東部を東西に貫いて、ロサンゼルスとフロリダ州ジャクソンビル島を結び、大陸を横断する幹線で、テキサス州内においても、エルパソとサンアントニオ、ヒューストン方面とを結ぶ。 また、ラスクルーセスの南で、I、I-25 と分岐し、I-10 は、デミング、ツーソン、フェニックス方面へ、I-25 は、アルバカーキ、デンバー方面へと、それぞれ向かう。また、エルパソの東約270キロメートル、リーブス群内では、I、I-20 と分岐し、ミッドランド・デッサ、アビリーン、ダラス・フォートワース方面へと通ずる。 I-10 の支線である I-110 はダウンタウンの東で本線から南へ分岐しアメリカ図橋でメキシコ国道45号線に接続する。このほか、国道54号線はエルパソ市内で高速道路規格になっておりノースイーストエルパソを縦貫して I-10 に合流、分岐する放射線となっている。また、 修道375号線は、ダウンタウンの南から、リオグランデカシオ下流へと向かい、ミッションバレー、イーストエルパソ、ノースイーストエルパソを通り、フランクリン山地を貫いて、ノースウェストエルパソで I、i 1に合流、分岐するこの字型のルートを描いており、エルパソの環状線としての役割を果たしている。グレーハウンドのバスターミナルは、ダウンタウンと、 パソデルのルテ国際橋北詰め下の2カ所にあり、後者は、エルパソ・サンタ・フェバス・ステーションと呼んで区別している。エルパソ・サンタ・フェバス・ステーションは、アルバカーキ、デンバー方面へのバスの起点、終点となっている。ダウンタウンのターミナルにはこのバスが停車するほか、ロサンゼルス、フェニックス方面とサンアントニオ方面、およびダラス・フォートワース方面とを結ぶバスが停車する。 ユニオンディーポダウンタウンにあるユニオンディーポには、ロサンゼルスとニューオーリンズとを結ぶアムトラックの、長距離列車、サンセットリミテッド号、および、サンアントニオ異性ではこの列車に連結され、サンアントニオで切り離し、北進して、シカゴへと向かうテキサスイーグル号が、ロサンゼルス方面、ニューオーリンズシカゴ方面とも、週3便停車する。ユニオンディーポは1906年に建てられた歴史的、 建築物でもあり、1975年には国家歴史登録財に登録されている。市内の公共交通機関としては、サンメトロによって路線バスが運行されている。同局の路線バス網は、普通50系統、急行12系統を有し、市内及びエルパソ郡内に加えてニューメキシコ州サンランドパークをカバーしている。また、 サンメトロはテキサス州交通局より9700万ドルの建設費用を調達し2018年半ばでの開業を目指して路面電車の建設を進めている加えて2009年にはニューメキシコ州交通局によりエルパソとラスクルーセスを結ぶ通勤バスの運行が始まったまたニューメキシコ州南中部地域交通局は 宗教の郊外とシアンソニーで連接して、エルパソとラスクルーセス、および、漁師郊外を結ぶ4路線のバスを2016年より、運行しているほか、漁師を結ぶ通勤列車を提案し、その調査を進めている。テキサス大学エルパソコーテキサス大学エルパソコは、ダウンタウンのすぐ北西に、ブータンの建築物を思わせる校舎が立ち並ぶ420エーカーの、 キャンパスを構えている。同校は1914年に創立した州立総合大学でテキサス鉱山金属大学テキサスウェスタン大学を経て1967年にテキサス大学システムに組み入れられて現象に改められた。同校は教養、経営、教育、工学、保健科学、理学、看護、薬学の8学部を有し学部72 大学院修士課程74、博士課程21の専攻プログラムを提供し、約2万4000人の学生を抱えている。中でも工学部は、全米最多のヒスパニック系修士、博士技術者を輩出している。また、同行のスポーツチーム、マイナーズは、NCWA ディビジョン I に属するカンファレンス。 USA に所属し、男子5種目、女子9種目で競っている。1966年、同行の男子バスケットボールチームは、史上初めて先発5人全員アフリカ系の選手を起用し、メリーランド州カレッジパークで行われた、NCWA トーナメント決勝戦で、ランキング1位のケンタッキー大学を72の65で下し、全米優勝した。 この試合を契機に、南部の他大学も追随するように、アフリカ系の選手を積極的に起用し始め、この競技における人種隔離の時代は終わった。この試合へと至るシーズンを綴った、当時のヘッドコーチ、ドン・ハスキンズの自助伝は、後に2006年、ジェームズ・ガートナー監督、ジョシュ・ルーカス主演の、グローリー・ロードとして映画化された。翌2007年には、このチームが、 バスケットボール殿堂入りした。テキサス工科大学保健科学センターエルパソ校のポール・エルフォスター医学校テキサス工科大学システムはエルパソに保健科学センターエルパソ校を置いている。また、ニューメキシコ州立大学はラスクルーセスの本部キャンパスから135マイル以内のテキサス州内に住むアメリカ合衆国の市民権を有する学生に対して ニューメキシコ州内政の授業料を適用しており、これを利用して、同学に進学するエルパソ出身の学生も多い。エルパソにおける K12 課ほどは主に、エルパソ独立学区をはじめ、いずれた独立学区、そころ独立学区、および、カムティリョ独立学区の管轄下にある、公立学校によって支えられている。エルパソ独立学区は小学校57校。 中学校15校、高校11校を有し、約6万人の児童、生徒を抱えている。エルパソ公立図書館は、ダウンタウンの本館のほか、市内10カ所に市館を有している。加えて、同館の移動図書館が、週替わりで2本のルートを設定し、市内を回っている。また、エルパソコミュニティカレッジは、市内に5つあるキャンパスのうちの1つ、 ノースウェストキャンパス内に立地するローラブッシュとその母、ジェナウェルチの名を冠した図書館を一般にも公開している。メキシコチワワ州にある遺跡、クエバデラオジャ。エルパソコ古学博物館にはこの遺跡のジオラマが展示されている。エルパソコ古学博物館はノースフランクリン3登録、修道375号線沿いに立地している。 道館は、戦死時代のアメリカ合衆国南西部や、メキシコ北部のプエブロ所属、アサバスカ所属、及びタラフマラ族による土器や、カゴ等の出土物を、主に収蔵、展示している。道館の展示物には、フエコタンクスや、クエバデラ王者など、この地域の地質や文化に関するもののジオラマもある。また、道館の15エーカーの敷地内には、 チワワ砂漠の植物250種以上を栽培、展示する庭園という歩道が作られている。なお、このエルパソ考古学博物館の隣には、国境警備隊やその歴史に関する全米で、唯一の博物館である、国境警備隊博物館が立地する。エルパソ美術館ダウンタウンに立地する、エルパソ歴史博物館は、初期のエルパソに関する事物を、常設展示している。 エルパソ歴史博物館の2ブロック北、I-10 を挟んですぐ向かい側には、エルパソホロコースト博物館研究センターが立地する。同館は、ホロコースト生存者の一人で、第二次世界大戦終結後に、エルパソに移入した、リトアニアユダヤ系移民のヘンリー・ケレンが、1980年代に、ホロコースト否認論の存在を知り、 それに対抗して収集したホロコーストに関する事物を展示し、平和教育の場とするために設立したものである。また、エルパソ歴史博物館の2ブロック南には、エルパソ美術館が立地している。同館は13から18世紀のヨーロッパ美術、17から19世紀のメキシコ美術、19世紀のアメリカ美術、およびテキサス州や、 アメリカメキシコ国境沿い南西部のものを中心とした20世紀後半以降の近現代美術の各作品を収蔵し常設展示している。マゴフィン、ホームステッドテキサス大学エルパソコーのキャンパス内にはその名が示す通りテキサス独立100周年を記念して建てられたチワワサバク地域の文化史及び自然史に関する事物を 展示する100周年記念博物館、チワワサバク植物園が立地する。ダウンタウンの北東には、20世紀初頭に、当時の衆上院議員のものであった、ビクトリア建築様式の豪邸を、その死後に未亡人が、死に寄付し、美術館として転用した、国際美術館が立地する。同館は、地元エルパソが生んだ、ウィリアム・コリカーの作品群や、 他の南西部出身の芸術家による作品群をはじめ、アフリカ、アジア、及びメキシコの芸術作品を常設展示している。同じくダウンタウンの北東に立地するマゴフィン、ホームステッド集定史跡は1875年に建てられたスペイン植民地様式の家屋を保存し、博物館として一般に公開しているほか、一般のイベント用に貸し出しも行っている。 マゴフィン・ホームステッドは1971年に国家歴史登録財に登録されている。プラザ・シアター・プラザ・シアターはダウンタウン、エルパソ美術館の東隣に立地している。1930年に建てられ、2006年に改装された道館は2060席を有する主劇場と200席の博愛劇場を有し、ブロードウェイのミュージカルや、 地元オーケストラであるエルパソ交響楽団の公演も行われる。また、同館はエルパソの最も著名なラインドマークの一つでもある。プラザシアターは1987年に国家歴史登録財に登録されている。エルパソ美術館の西隣、エルパソコンベンションセンターの南東隣にはソンブレロ型の外観をした。 2500席を有するエイブラハムチャベスシアターが立地する。ダウンタウンの北東約3キロメートル、モンタナーベニュー沿いには、エルパソで最長の歴史を誇るエルパソプレイハウスが立地する。同劇場は、子役のための劇場であるキッズンコとも提携している。また、テキサス大学エルパソ校のキャンパス内には、同学教養学部のディマーシアターが立地する。 フランクリン山中、三方向を岩壁に囲まれた谷間には、1500席を有するマッケリゴンキャニオン野外劇場が立地している。この野外劇場では、コンサート等のほか、毎年恒例となっている、エルパソ400年の歴史と文化を描いた、ミュージカル、ビバ、エルパソの公演が行われる。音楽祭もいくつか開かれる。毎年3月半ばには、 3日間にわたって、テキサスショーダウンフェスティバルという、タトゥーとロックの祭典が開かれる。毎年5月の最終週末には、ダウンタウンで、ネオン砂漠音楽祭が開かれる。毎年6月の最終週末には、エルパソコンベンションセンターで、エルパソダウンタウンストリートフェスティバルが開かれる。毎年6から7月には、かつて、エルパソディアブロズの本拠地であった、公園スタジアムで、 クラシックからカントリー、テハのロックに至るまで幅広いジャンルの公演が行われるミュージックアンダーザスターズという音楽祭が開かれる。そして毎年9月最初の週末にはサシシティ音楽祭という電子ダンスミュージックのイベントが開かれる。 サウスウェストユニバーシティパークでのチワワズの試合エルパソには北米4大プロスポーツリーグこそ置かれていないもののマイナーリーグのチームは置かれている。エルパソチワワズは2014年にアリゾナ州ソ村から移転してきたサンディエゴパドレス参加のトリプル a 級のチームでパシフィックコーストリーグに所属している。 エルパソでの歴史は浅いものの、チーム自体の起源は1903年に創設された、ロサンゼルス・エンゼルスに遡る。チワワズを誘致するにあたって、同級団の本拠地とするため、またダウンタウン再開発の一環として、市は、視聴者を取り壊し、その後地にサウスウェスト・ユニバーシティ・パークという野球場を建設した。それ以前には、 1890年代から続いていたエルパソ・ディアブロズという独立リーグの野球チームがあった。同球団はアメリカンアソシエーションに所属しノースイースト・エルパソに立地する公園スタジアムを本拠地としていたが2013年にワわずと入れ替わりで消滅した。サンボール・スタジアムそしてエルパソは毎年年末年始に全米各地で開催される。 ボールゲームの一つである3ボールが開催される地である。このボールゲームはカレッジフットボールプレイオフシステム下でのニューイヤーズ6と呼ばれるものではないがオレンジボールおよびシュガーボールが初めて開催された1935年に地元高校の試合として始まり翌1936年から カレッジフットボールのボールゲームとして行われるようになったというボールゲームの中でも長い歴史を持っているものである。サンボールが開催されるサンボールスタジアムはテキサス大学エルパソコのキャンパス内にあり、同校マイナーズのフットボールチームの本拠地としても使われている。クラックグレートリバーラフトレースそして南西部や山岳部の他地域と同様。 エルパソにおける伝統的なスポーツといえばロデオである。ダウンタウンの東、I-110 と国道62号線のジャンクションの南東に立地するエルパソ軍コロシアムでは毎年6月初頭にサウスウェスタにインターナショナルプルカロデオというロデオの大会が開かれる。このプロロデオカウボーイ協会認可の大会は全米でも17番が目に長い歴史を誇り同協会により 全米トップ50に入るものとされている。また、地元 FM ラジオ局クラックは、毎年6月下旬に、リオグランデ川が、北西港を流れる、約5キロメートルの区間で、クラックグレートリバーラフトレースという、カヤック、カヌー、及びラフティングのレースを主催している。毎年秋に、ビッグス陸軍飛行場で行われていた航空ショー、アミーゴエアショーは、 エルパソを代表するイベントの一つであった。しかし、2013年に、連邦予算の宿退を理由に中止を余儀なくされ、翌2014年には、成功のニューメキシコ州サンタテレサにある、ドニャーナ軍国際ジェットポートに場所を移し、規模を縮小して開催された。そしてさらにその翌年、2015年からは、行われていない。 エルパッソヒスパニック文化センターが主催するフィエスタでラスフローレスは南西部で最も長い歴史を誇るヒスパニックの祭典である。毎年レーバーデーの週末3日間に行われる。このイベントではパレードやダンスなどの催し物が行われ、80点以上の露店が並ぶ。このイベントはエルパッソ群内のみならずテキサス州西部やニューメキシコ州南部。 アルバカーキ、そして国境を越えて、メキシコのチワワ州からも、客を集め、毎年2万から3万人を動員する。毎年メモリアルデーの週末には、クラック、エルパソバルルンフェスタという、熱気球のイベントが行われてきた。前述のグレートリバーラフトレースと、同様、クラックが主催する。このイベントでは、熱気球を飛ばす他に、地上では、 ロックコンサートが行われてきた。しかし、国境や連邦航空局の定める航空管制区域に近いこと、山がちな地形、また地表のサボテンの群生といった理由から開催が困難になり、2017年には中止された。クラックは2018年以降に開催日と場所を変更して、このイベントを復活させる意向を示している。 ワイライアリアルトラムウェーシャ北部、地域を二分するように連なるフランクリン山地は、州立公園に指定されている。フランクリン山地州立公園は、広さ2万7千エーカーを有する、都市部の公園としては、全米最大のものである。園内には、ハイキングや、マウンテンバイクのために総延長100マイルを超える、遊歩道が整備されており、 またテントや RV でのキャンプができる場所も用意されている。また、園内南部の東斜面からは、ワイラーエアリアルトラムウェイが、標高1717 17メートルのレンジャーピーク山頂へ通じている。このロープウェイは、長さ792メートル、標高差287メートルで、山麓と山頂を4分で結ぶ。 フエコタンクス州立史跡のノースマウンテンでのボルダリング市の北東約5 0トルにはフエコタンクス州立史跡公園が位置する。同園はバードウォッチングやボルダリングといったレクリエーションが盛んであるほか1万年以上前にこの地に住み着いていた古代のネイティブアメリカンによって描かれた壁画に見られるようにネイティブアメリカンにとっては 文化的、精神的に重要な地である。また、ダウンタウンの東、I-110 と、国道62号線のジャンクションの南西には、広さ54.9エーカーのジャミサル、国立記念公園が立地する。道園は、都市公園であると同時に、100年にわたる、アメリカ・メキシコ国境の紛争の歴史を物語り、両国の文化を伝えるものでもある。園内には、 国境の歴史を詳細に伝える博物館を併設したビジターセンターやアートギャラリー、劇場及び野外劇場がある。I-110 と国道62号線のジャンクションの北東にはエルパソ動物園が立地する。35エーカーの園内は大きくアジア、アフリカ、南北アメリカの3ゾーンに分かれており、220種以上の動物が飼育されている。 この他、エルパソ市内には、市政府の公園、レクリエーション局が管理する公園が250カ所以上にあり、その総面積は3000エーカーに迫る。アミゴマン・エルパソには、アミーゴマンというゆるキャラがいる。顔は微笑む太陽、頭にはソンブレロをかぶり、足には、カウボーイブーツを履いた。このキャラクターは、1974年に、市のマーケティングのために、 エルパソコンベンション、観光局によって作られたものである。その後1999年、アミゴマンは一旦は引退したものの、2006年に地元住民の強い要望により復活した。アミゴマンはサンボールなど市内で行われるイベントで市の PR を務めるべく出席するほか、企業や個人のイベントにも呼ぶことができる。 アミゴマンの着ぐるみの中に入る人間は公募されており、高校卒業以上であること、着ぐるみのサイズの制約から身長が5フィート6インチ、以上5フィート10インチ以下であること、また、夏のエルパソの猛暑に耐えられることが要求されている。聖パトリック大聖堂エルパソの住民の約6割は何らかの宗教を信仰しており、これは全米の49.4%。 テキサス州全体の57.6%のいずれと比べても高い。カトリック信者はそのうちの約3、4、市の総人口の約45%を占めており、これは全米の19.7%と比べて非常に高い水準である。一方、テキサス州はバプテスト信者が州の総人口の16.3%を占め、これは 全米の8.2%と比べて約2倍という高い値であるが、エルパソにおいては少数派でわずか3.5%にとどまっている。エルパソにはカトリックのエルパソ司教区が置かれている。1914年に創設されたこの司教区はサンアントニオ大司教区管轄下の7つの司教区のうちの1つでエルパソ軍を中心に テキサス州西部従軍を管轄区域としている。同志教区はダウンタウンの北テキサス大学エルパソ校の南東に立地する聖パトリック大聖堂を司教座聖堂としている。また、前述のいずれたソコロよびサンエリザリオの3つの歴史的な伝道書も同志教区が所有、管理している。エルパソの都市圏及び広域都市圏を形成する。 各軍の人口は以下の通りである以下に、エルパソ市における1880年から2020年までの人口推移をグラフ及び表で示す。エルパソ派手ら姉妹都市定刑調印式エルパソは、以下一都市と姉妹都市定型を結んでいる。ありがとうございます。